そこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。朝顔洗って化粧水とかしてないから顔カピカピで全然笑えへん。これ以上笑ったらピキってなる。笑えない。乾燥。あとこっちも目めっちゃ腫れてる。なんかやめてよ。って笑えない。これ以上言ったらもう今日ピーってなっちゃう。もう劇場行って化粧水塗ればいいかって思っちゃったから塗ってない。今日も早起きだねってね。今日も早起きだ。早起きだっていうかあれだよね。最近ここ3日連続ぐらい朝連続にしてるからね。そう、昨日いつもの大西にしては写真の量も文章の量もちょっと長いメールを送ったのに、大西の勲章を送ったせいで届いてなかったみたいな。悲しい。そう、いつもファンの方からこうメールの返信みたいなのがさ、インスタの DM で来るのよ。なかなか消えへんな今日って思って。もう一回送ってって。いや絶対絶対行かへんもんだって。ここもだよ。上行って見えないか。両膝とねここ怪我っていうか見えないか。地味に痛いんだよな。見える？見えない。そんなとこもってそうなるよね。ここはねヘルメットガチャンってやった時にピシャッて挟まって「いてぇ！」ってなった。地味に一番痛かったかもしれん。痛って声出ちゃったもんね。自分のせいか。いやあのねヘルメットが緩かったから、あのこうつけてもらってたのよ、こうやって。でつけますよって言われてぐちゃってやった時だったから、そう痛って言っちゃった。いえちょっと腫れてる。あでも昨日よりだいぶ薄くなったわ。もにし足ちょっとメールでさ見せれへんからちょっとここで見てよ。ほら、いやでももうもうでも薄くなった。こっちとねちょっとこっちはね点々系なの。点々点々点々ってなって、こっちはねドン当たり系。
こっち大きいよね。そうっていうさやつなのよ。あー寒こたつこたつ、あー寒すごくない？これをメールで送ったら届かなかった。梨食べよう、梨いただきます。そうでも、もしあの膝のこれ青タンって言うんですけど、お西はね、そうみんなわかんないかなと思ってあざって言うんですけど、いただきます。もし膝の青タンとか人の見るのは嫌なんですけど、こうやってなんかこれ自分でわざとつけたりとかはしないよ、そういうのじゃなくて、なんかこうやって勝手にいつの間にかついたなんかあざとかは好きなのよ。そう、そう何回もしわりかし言ってるんだけどね。そうこれがお風呂入ったらすっごい色鮮やかになるの。それが好きで、なんかおおってなの。なんか怪我は嫌いなんですよ。グロいのは好きじゃなくて、でも青タンっておおってなんかならへん。そう、なんか自分の体にさ変化出るって面白くない？なんかすげーってなるの。青タンもそれでね、もにしはすげーってなるから、みんなにも見てほしくてさ、ほんまはメールとかでもねいっぱい送ってたりするんだけど、大体届いてないよね。うまっ、梨うまっ。大丈夫って、大丈夫だから、昨日帰ってきてほんまに正直今日の劇場公演出れるかわからんぐらいに疲れてたの、体がね。マジで2回公演なんかできんのかなみたいな感じやったのよ。でこれはやばいってなって、だから昨日帰ってとりあえずまあご飯食べてからお風呂で、お風呂にめちゃめちゃ熱いお湯張って、でまあお水持って入って熱っみたいな、熱っ熱っ熱っってなってから水のシャワーを頭からジャーって流して、で足が一番疲れてたから足にこうやってバーって冷たいのかけて、で熱いの入ってみたいなっていうのを繰り返したから、繰り返して、で寝るときあの何メリキッドっていう足をねこうキュッとずっと圧縮してくれるやつを履いてみたいな、でしたらやっぱ体すっきりした。やっぱでも足重点的にしすぎて腕筋肉痛のまんまやねんけど、足はねだいぶ思ってたよりなんかね疲労は回復された。うん、マジでよかった。どうしようかと思ったもん、ほんまにこの疲れ明日まで残ってたらマジで動けへんみたいな。うん、ね、ロケだったので放送を楽しみにしていてください。うん、
変なロケやってんな。そうマジで。ででーん、これは梨です。果物の中で梨めっちゃ好き。有楽町駅や知ってる、ここ有楽町駅が映ってる。今の梨甘かった、うまっ。果物はでもマジで1位2位争うぐらい梨好き。桃も好きやねんな。梨と桃、がツートップかもしれない。まあでも梨の方が好きかも、もしかしたら。わかんない、今梨食べてるからそう思うのかな。うまっ。そうだね、多分今梨食べてるからそう思うのよ。桃食べたら桃が一番って多分思うはず。でもツートップはマジで梨と桃。リンゴは何番目ぐらいって。ごめん、もしね、結構リンゴね下かもしれない。うん、1位があのタイで梨と桃で、その次がマスカットとか。スイカが泣くよって。スイカは野菜スイカは果物じゃない、スイカは野菜。みずみずしいのが好きなのかなって。確かにそうかも。いちごも野菜って、うん、いちごも野菜。あれでしょ、木になってるのがフルーツなんでしょ。で地面から生えてくるのが、まあ、全部地面から生えてくるか、地面でなってるのが野菜。やんな、いちごって野菜なのって。大西は引っ掛けの野菜やと思ってたけど、なんか果物と思いきやの。ごちそうさまでした。どうでしたか。これこたつ入っちゃうとダメだね。眠くなってきた。15分経った。50分に終われるようにしようかな。うん、から48分ぐらいに壇上の方呼んでいきます。うちの右目治んないな今日。
本番までに治るかしら。公演終わり雨降るかもだから気をつけてって。マジ？雨、あ、そうじゃん、今日雨予報じゃん。お昼からって言ってなかったっけ。なんかロケ行く前にさ、ロケの日はなんか晴れやけど公演の日雨だねみたいな話ショールームでしてきて、ショールームで思い出したねえごめんね忙しくて。ショールームで思い出した、こんなドスッピンのさ、ごめんね庶民、この髪の毛とかもさドライヤーでガーってしただけやねんけどさあのさ、何だっけ、お話し会のさ大西なんか前ショールームでさ、なんかその時は完売の話してて、なんか38部完売してたみたいな、みたいな、あと2部で40部やみたいな、1月とか2月おすすめやでみたいな話をしてたの。ほんならさ、わかんないけど40部超えたよね多分完売。超えたねって、超えてたよね。40せやな、42部完売してるよね。私なんかさ、こうファンの方がなんか表みたいな作ってくれてて、なんかスケジュールみたいな、でそこになんか完売やったら完売完売完売みたいななんか書いてくれてんねんけど、なんかそれエゴサで見てて、んみたいな、なんかあれなんか上全部完売じゃないみたいなあれみたいな、1,2,3,4,5,6 え、あれもうちょっと超えてるみたいな、そうびっくりしすぎて外れたって、嘘、外れたの。あ、そっか、これであの減る可能性もあるってこと。え、でもめちゃめちゃ嬉しかったの。ちょっとここにいる方しか今あれだけど、本当にありがとうございます。びっくりした、そのツイッターで見た時。結構外れてるよやって。え、ちょっと、え、大西人気者になっちゃったあれ大西実はいつの間にか人気者になっちゃってる嬉しい、本当にありがとうありがとうございます、嬉しい。ねえ、こんなに完売したの初めて、大西じゃない？ねえ、そうやんな。48分です、ありがとう。いかな靴下履いてちょっと いかなかんわ。ということでですね、あの本当にあのありがとうございました。お話し会楽しみにしておりますということで、じゃあランキングの方をちょっと読んでいきたいと思います。いきますよ、1位ヤマッチョさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がよっちゃん&ゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。あ、変わった、もう一回いきますよ、1位ヤマッチョさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がジョーさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がキャメさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がよっちゃんとゆうももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がケイジさん、
待ってね、6位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がヨッチンさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がライオマルさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が大粒ちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が翼さん、ありがとうございました、イエイ。そして1位の方かしら、あ、これ何2個ある、もしかして1位と2位の方だって、ありがとう。ちょっとじゃあ読んでいくね。じゃあまず1位の方から、タワー読んでいきます。ヤマッチョさん、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 タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとう、タワーありがとうございます。そして続きまして、2位の、ジョーさん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 、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます、本当にありがとう、本当に皆様もたくさんありがとうございました、イエイありがとうございます。ということで、人気者のももちゃんはちょっとね、劇場公演、今日があの2回公演ありますので、ちょっとね頑張っていきたいと思いますちょっとね、あ、そう、傘忘れずにね、そうだね、そうそう、傘忘れずにね行ってきますわ、傘ね、傘傘言って忘れそうな、よし、ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。劇場公演、今日来てくださる方は気をつけてね。配信で見てくださる方はいっぱいカメラ目線するね。じゃあね、バイバイ、バイバーイ。